行くぞみんな！ ダメだよ。 Thank you.
行くぞみんな。 君がいてくれてよかった。 勝てるかな。
行くぞみんな。行くぞみんな。
行くぞみんな。終わらせてやる。
君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。さと終わらせてやる。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。打ち負かしてあげる。
君がいてくれてよかった。
Thank you.
しちゃダメだよ。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。
ぞみんな。
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな、続けていこう。無理しちゃダメだよ。
ダメだよ。
ごめんね、いきなり呼び出しちゃって。迷惑だったかな。君に聞いてほしいことがあって。その、実はね、私ね、つまり依頼人は君の友人か。何、報酬さえ頂戴できるなら依頼人を選ばない？いや、友達に頼むことがあっただけなんですけど。そういうわけにはいかない。白峰ノキア君、この子はすでに報酬を受け取って仕事をこなすプロの探偵だ。プロへの頼み事となれば、それすなわち依頼に他ならない。さらに言えば私の助手でもある。私の助手への依頼は、詰まるところ私への依頼。お分かりいただけたかな？うん、分かりましたこんな大事にする気はなかったんだけど。それでどのような依頼かな？はい、実はあるデジモンを探してほしくて。ほう、デジモンを。覚えてるでしょ、クーロンで私を助けてくれたデジモンのこと。アグモンとガブモンのこと。どうしてもあの子たちのこと気になっちゃって。でも私一人でクーロン行って探すのはやばいし、無理だし、怖いし。だからお願い、手伝ってっていう頼み事。あ、いえ、依頼なんですけど。デジモンにご就寝とは面白い娘さんださて、彼女のご指名は君だ。この件は君に任せようと思うが、どうする？本当？助けてくれる？やったー！うん、仕事を請け負ったからには最後まできっちりやり通してくれたまえ。うちの評判にも影響するかもしれない。その点、彼女はいい広告塔になってくれそうだ。じゃあまずはこの前ログアウトした場所に行きたいんだけど。私もいろいろ準備とかあるから、クーロンで待ち合わせしよう。それじゃ、また後で。っていうか今度は遅れないでよね。尋ね人ならぬ尋ねデジモンか。電脳探偵にふさわしい依頼内容じゃないか。よろしい。では早速調査を開始したまえ。ん？私がいつもより楽しそうだって？そう見えるなら否定はしない。だが事実を告げるならば、デジモンを探してくれなどという突飛な依頼に少々戸惑っているのだよ。
愛着を抱くことに関して人はとことん無頓着なのだな。リアルだろうがデジタルだろうがお構いなしだ。実に面白いじゃないか。いいガムです。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。あたしたちは無敵だよ。
よし、いざ勝負。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。
ダメだよ。
君がいてくれてよかった。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。行くぞみんな。
君がいてくれてよかった。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。あの子たち、助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私どこかであの子たちと会ってる。ちょっと君、私に鼻を近づけて何のつもり？どんな匂いか確かめてみた？へえ。で、どんな匂いだったわけ？そっか。そっかそっか。やめてよ。今の声聞いた？今度は本当に聞こえたよね。あの声はきっと、あんたらこいつらは俺らが見つけたんすよ。どうしようと俺らの勝手っすよね。俺なんか間違ってますかね。文句あるんすか？文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党どもみたいな。モキアかっこいい。文句があるならどうするんだ？ん？ちょっとだけ俺好みのお姉さんよ。
パに何ができるんすか。俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっかわかんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても体は正直ってな、ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。勘違いしないでよね。私も文句あるけど、実は私以上にこっちが文句あるんだから。どうでしょう。なになに、あんなザコソン相手にノキア様が出るまでもない、私にお任せくだされ。よくぞ言った。それでこそ我が弟子。ならば思う存分バトルが良いぞよ。ノキア、かっこ悪いかも。なんすかそれ、笑えばいいんすか。つうか、むずいっす。どっちもズタボロにしてアカウントも刈り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。あんた、喧嘩売ってんのか。行け。何もないぞ、我が弟子よ。って、やってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。ん？この声は、ジミケンさん。え？ジミケンって、あのジミケン？ジミケン、略してジミケン。いやー、 I am ジミケン。いやー、おい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 、お前らイケてないね、そのざま。どんなやられ方したらそんなイケてない感じになる？すみません、ジミケンさん。ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳。全然ロックじゃないね。ロケンロールには程遠いね。今のユーたちを例えるならそうだな。リバースシングル、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちもゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよーし。で、あんたらかな、悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、ジミケンがなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターである。フー、俺様のワンモアフェイスってことさ。フー、は？表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って。どう？ロックっす。悪魔的にロックンロールっす。ですよね。てか、あんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？
ちゃウケるんですけど。え、嘘でしょ、冗談でしょ、ひょっとしてあんたらあれ、ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ。愛で地球を救っちゃいたい感じ、いまだにいるんだね、こういうフォークな人種。伝わる、このフィーリング。もうやめて、私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか、やば、死にたくなってきたんですけど。はぁ、ユー喧嘩売ってんの。売られた喧嘩は買わないとロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルですし。マジロックすぎるっす、ジミケンさん。やっちまってくださいよ、ジミケンさん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃったの。とりあえず応援しよう。頑張れ、モキア。ごめん、アグモン、クグモン、私、もうダメ。このドリクラ攻撃にこれ以上耐えられそうにないの。ハーラー、すーやれー。ハーハー、ダーティーコード響かせな。デジモン
しょぼすぎでしょ。デジモンのせいじゃないっつーの、あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。言っとくけど、俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユーガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。ところでお会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダーユーゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラすか、圧迫系のあれっすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律なもんとっくになくなっちゃってますけど。まあ主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが。ロケロール。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う、ザクソンの規律を乱す者は。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとかもう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんによ。全部冗談。冗談だって。本気と書いてマジになるなって。ほんじゃ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギグらなきゃなんで、バイバイ。ところでアンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんです。はい、ところチームのもんか分かれしまへんけど、見逃したりまっさかい。はよ陰謀くんのなし。はぁ、おっと、そこなデジモンはバッチがもらえてます。さん、バッチと遊んでくれはりますの。これはなんともよろしおすな。体が熱になります。アンジュを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ、帰ろう。やんもういけずやもん、せっかくええ気分でしたのに。アンさんら、またどこぞで会う機会もありましたろ。それまでわっちのこと忘れたら飽きまへんで。そのブッサイクな顔忘れまへんえ。ほな、さえんなら。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして、俺ならこの子にありがとう。
それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。アグモン、ガブモン、無事でよかった俺たちももう一度会いたいなって思って探してたんだ。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？僕たちが人間に作られた？ノギア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて二つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？分かった？分かった？なるほど。君ついていける？違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけだね。いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意志でこの世界に来た。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは。もしかして世界征服系の？そうじゃなくて。どうしても思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン。思い出せるまで一緒に頑張ろう。
ア。ありがとうノキア。僕たち頑張るよ。とりあえず何を頑張ればいい？そうだな。差し当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有機的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか、まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。うん、ノキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからノキア、ノキアと一緒にいて。依頼は無事完了したようだな。ご苦労と。本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど君も頑張ってね。私も頑張るからさ。